ドッキリハウ。どうも、ドズルです。そして、ドズルザキヨキヨです。そして、ハウパパです。やってまいりました。いやいやいや今日ね、はい、3人でお送りしていきたいと思うんですが、はい、今日ちょっと面白いゲームを見つけたので。来たー、来たよ、ドズニキの面白ゲーム。面白ゲーム一番楽しみハードル上げるな、上げるなということで、今日ちょっと新しいゲームやっていきたいと思います。来た、お願いします。ワードウルフ。きたー、これ、ね、します。聞いたことある、聞いたことある。聞いたことある。人狼ゲームとちょっと似てるんですけど、全然違うゲームなんで、ルール説明、説明しよう。ワードウルフとは、こう3人以上でね、多分やるんですが、うん、1人だけお題が違うんですよ。それぞれワードのお題がね、渡されるんですが、例えば、時間、お金っていう ワードがこうお題として渡されて、で自分だけしか見れないんですよね。なんかこう時間お金って思ってて、みんなでその後トークをします。そうか。で少数派を当てるっていうゲーム。はい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 。だからでも多数派と少数派、自分がどっちなのかわからないので。確かにそうだよね。そうなんですよ。多数派だとか少数派だっていうのは伝えられないので、初めは探りいかないと。はい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 。あ、大切だよね。はい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 。とか結構一番人生で大事だよね。あー、抽象的で。そう、抽象的かつ何とも絞れないようなところから、だから出現しちゃった、例えば、はい、僕は毎月どれぐらい稼いでますとか言っちゃったら、はい、時間じゃないじゃん。確かに確かに。もうバレバレじゃん。バレちゃうわ。だから少数派なのか少数派じゃないのかっていうのを3分間のトークタイムの中でみんなでこう決める。これは面白い。面白い。これやりたいやりたいやりたい。もうすぐやろうすぐやりましょう。いきます。さあ、来た。じゃあ見ちゃダメだ、もうカメラしか見ない。喋ってもいい。ほうほうほう。まあ喋らない方がいいでしょうね、ここで。まあ確かにそうですね。もう夜だから喋っちゃうよ。キヨキヨさん、あ、来た来た。見ないよ。見ない。え、マジこんなお題あんの。喋っちゃダメだよね。それもダメだよね。確かに。オッケー、サルバオさん。サルバオさん、マジか。これ見ないでください。見ちゃダメ。マジか。どれどれ、どう攻めていこうかな。まあ多分みんな似たようなやつ。まあ似ちゃいますよね、多分。ポン。何のポンなんすか。オッケー。覚えた。ということで、今、お題が3人にそれぞれ渡されたんですが、2人が一緒で、1人が少数派。うわー、わかんない。でも自分が少数派かどうかわかんないんで、まあ、喋りながら。で、最後、この3分間のトークタイムの後に、せーのでみんなで指さして、その人が少数派だったら多数派の勝ち、少数派が見破られなかったら少数派の勝ち。あー、少数派は結構難しいな。少数派は、自分が少数派だって思ったら、逆に多数派に合わせに行くのもあり。そっか、うわ、テクニックだな、これ。いきますよ。お願いします。ゲームスタート。始まりました。さあ、どうすか皆さん、経験されたことあります？ああ、あります、あります。どれぐらいの頻度で。どうすかね。どれぐらいの頻度ですか。はい、頻度的には。頻度どうですか。どうですか。僕ね、あんまりないんすよ。あー、そうなんですか。あんまりないです。はい、他の人よりはないと思う。僕結構、はい、どれぐらいの頻度。それだったらあるかもしれない。どれぐらいの頻度ですか。どうですかね。2週間に1回。2週間に1回はいはいはい。そんな感じかなって思います。僕は大体そうですね、1週間に一回。おお、なるほど。はいはいはい。え、どうなんですかね、これ社会問題になるんですか。社会問題。社会問題じゃない。社会問題じゃない。違う。だからそのさ、痛いとかさ。痛いというか、まあなんかの気分悪くなるというかさ。僕思ったのは、なんですか。女性的だなと。あ、わかるわかるわかる。え、どうわかります？男性より女性方面なのかなっていう。ああ、はい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 。でもなるほど。え、待って、社会問題がよく。いや、社会問題はちょっと口滑りました。なんかよくわかんない。ちょっと引っ掛けてみようかなみたいな。なるほど。それで、ああ、とか言ってきたら、あ、こいつ怪しいんじゃないのっていう玉かけた。はいはいはい。社会問題。え、待って、結構みんな一緒説はないんですもんね、だってゲーム上。でも多分ね、近いものだと思うんですよね。ああ、一人違うんですよ多分。え、そのさ、最近いつですか。最近。最近。最近いつ。でも僕覚えてないっすわ。でも覚えてない。多分その最近とか時期的なものは。ああ、でも結構夏よりは冬なのかなと思う。ずいぶん前ってことですか。なんかそれを
それの記憶そんなないっすね。あ、記憶がない。あ、この時こうあれしたなとかはない。はいはいはい。多分ね、若者よりは年配なんですよ。ちょっとドズさん口数少なくなってきたから、ドズさん探り探ってんのかなみたいな。いや、ちょっと待って、あのね、社会問題。いや、社会問題はカマかけたん、ほんとに。ほんとに？ほんとにほんとに。ほんとに？だって社会問題になるわけないもん。絶対ない。ないでしょ、きっと。でも、はい、それに関する商品が出てもいいんじゃないかなっていう。商品、はい、はい。なんか、わかんないですけど。あ、今出てないですか？いや、ちょっとすごく詳しくないですけどね。出てはいるんじゃない？僕も出てると思うんですよ。出てん、どうすか？え、でも2週間に1回なるんですよね。そう、でも、いや、それだけ、でも気づかぬうちにっていうことある。あ、気づかぬうちに終わっちゃってる。終わっちゃってる説ある。なんかあれだなってことですよね。なるほど。残り10秒でございます。10秒、やばい。なんか聞きたいこと、聞きたいこと。聞きたいこと？聞きたいこと？え、待って、3分って2時間もう喋っちゃいけない。もう喋っちゃダメです。ここから投票タイムが始まります。じゃあ、せーの、指さす系。そう、少数派だと思う人を指を指します。わかりました。いいですか、皆さん決めました。はい。え、自分で指すことも可能なんですか？自分で指したら、でも少数派だったら少数派負けちゃうんで。ああ、なるほど。うん、自分で指すことはない。そう、ないです、ないです。いきます。せーの、ボン。いや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 、いや、違う。じゃあ投票の結果、絶対違う、絶対違う。じゃあちょっと見ていきますよ。さあ、お願いします。じゃあ僕これ見ていいんですよね。清清さん、はい、ポチポチ。あー、違う。え、なに？僕は目が腫れるだろ。うわー、マジかよ。足がむくるだろ。マジか。いや、僕全然わかんなかった。いや、女性とか年配とか言ってたから。はいはい、なんだろう。確かに、そっか。じゃあドズルさんは途中で、あ、やばいってやっぱ気づいてた。そう、だから口数減ったのもそうだ。あ、いや、いい、違うって自分で気づいたんで、少数は気づくわ。いや、面白い、これ。これめっちゃおもろい。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。もう一回やりましょう。もう一回お願いします。じゃあ、いきます。第2問まいります。いや、これ楽しいな。これは面白い。どう喋ろうか。はい、キヨキヨさん、思ったより面白いですね。思ったより面白いっすよ、これは。マジか。楽しい、これ。マジで楽しい、これ。ボン。はい、さあ、来た。3分。さあ、それではここから3分間トークタイムでございます。参ります。結構、じゃあ今回ツッコミ目に行きましょうか。ツッコミ目で。ツッコミ目でいきなり。もうちょっとガチン系で。はいはいはい。庶民的ですよね。はい、庶民的ですね。はい、庶民的。庶民的。庶民的っていうか、誰でも知ってますよ。どうですか、次ハルバオさんキーワード言ってください。どっちかというと、若者かなっていう。ああ、はいはいはい。若者ですね。若者。確かに。若者っていう。え、何歳ぐらいですか？あ、まあ、ちょっと今回一人ずつキーワードというか関連語言ってきましょう。あ、そうですね。ノズさん、どうですか？僕はあんまり好きじゃないです。おお、好きじゃないっていうか、あんまりこう好き嫌いの対象で見ってないですね。見るものなんですね。うん。え、あ、なんでしょう。見るものじゃないんですか？あ、見るものですよ、それ。どういうこと、どういうこと。え、どういうふうに見ますか？あ、じゃあ、それ尋問やめましょう。確かに、確かに。僕ね、ハルパパさんは好きですか？僕はね、結構ね、何気に好きなんですよ。ああ、はいはい。もう単純が好きですから。なんか、そう、単純だし、なんかこう、なんつうんだろうな、若者というよりもちっちゃい子じゃないですか。まあ、ちっちゃい子。そうそうそう、ちっちゃい子っすよね。はい、じゃあ次。ちっちゃい子。まあ、どっちかというと、僕のワードとしては、メインではないのかな。ああ、なるほど、なるほど。今、ふーんって言いましたけど、ちょっと納得。ちょっとなんか怪しい。ちょっと怪しい、ちょっと怪しくないですか？ふーんは違うでしょ。あ、そっちはそうなんだっていう。言っとくと、僕が今多数派なのか少数派なのか、わかんないですよ。今ちょっと疑念の目で見てますよ。そう、疑念の目で見られてるんですけど、でも、僕も脇役なんですよ。あー、脇役なんですね。脇役なんです。脇役。え、じゃあ、その、キャラクターですよね。キャラクターです。キャラクターです。そのキャラクターのセリフをせーので言いません。うわー、それ無理無理。それは言えない。あ、待って、なんで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 言えないですか。なんで言えない。言えるけど、言えるけど、言えるけど、言えるけど。いや、僕ね、キヨキヨさんが今回あれだと思う。いや、でも待って。はい。だってそれ、でもセリフって言ったら、例えばさ、例えばよ、ドラえもんと、じゃあのび太とかやっとするじゃないですか。そしたら、僕ドラえもんとドラえもんって絶対違うじゃん。絶対違う、絶対。俺はちょっと良くない。答え合わせになっちゃう。答え合わせ。わかんない。確かに、言っちゃダメだね。いや、僕はハルパパさんかなって思うんですけど。いや、僕ね、キヨキヨさんだと思う。脇役の時に
に反応しなくて、いや、脇役、マジ脇役、マジ脇役、違う、マジ脇役、僕が突っ込んできたじゃないですか、だから、いや、違う、違うって違うって、あの今ドズさん共感求めてるけど俺ドズさんだと思ってるんですよ。あ、本当に？なんでだと思います。ちょっと時間関係なくも行きましょう。もう風運が時間ない。いや僕はね、ちょっと待って、1分プラスしたい。もう1分プラス、1分、これだけ、はい。あのね、あの保留になっちゃうんですよ。自分が多数派か少数派気づいてない時は、少数派の時は隠せますけど、自分が多数派か少数派分かんなかったんで、あ、不運だったんですよ。あー、なるほど。で、なぜ不運かって言ったら、脇役でキヨキヨさんがなんて言うかなっていうのを聞きたくて、キヨキヨさんが主人公だよねって言ったら、あの、キヨキヨさんがもうあれじゃないですか。あー、まあ確かに。だから、ちょっと保留の不運だったんです、さっき。あー、なるほど。なるほど。これはガチ。でも、ガチで、脇役で、あの、若者っつったじゃないですか。でも、若者じゃないんですよ。え、じゃあ、脇役、どんな脇役ですか、その。いや、でも、僕は、必要不可欠だと思う。必要不可欠、どうですか。そうですね、必要ではあるけど、いなくても。僕はいなくていいと思います。いや、僕そうや。いや、そうなんですよ。必要不可欠というのは不可欠だけど、いや、そのさ、不要って言ったら違うんですよ。あと10秒。それ言い過ぎだったんですか。でも、あれですよね、人間じゃない。はい、それはそう。人間じゃないよね。人間じゃないよね。いや、そんで、不要って言ったら、ちょっと違うと思う。あ、終わりました。OK。いやー、これ難しいな。いいですか。はい。せーの、ポン。いやいや、違うって違うって。いや、僕ね、絶対キヨキヨさんだと思う。違う、絶対キヨキヨ。俺、最後の質問で決めました、俺。いや、でも、ねえ、どっち。そう、2ヶ月だった。あ、そういうこと。はいはいはい。じゃあ、キヨキヨさんでいきますよ。僕っすよね。僕ね、絶対合ってると思う。いくよ、せーの。おー、なるほどね。誰っしょ。あ、クレヨンしんちゃんの白。犬。いや、こっちの方が、確かにしんちゃんの白は必要不可欠だけど、アンパンマンのチーズはあんまりいらない。あんまいないわ。あんまいらない。そっか、うわ、そのニュアンスか。なるほどね。うわー、そういうことか。この問題、秀逸だ。秀逸っすね、本当に。秀逸、マジで。はい、ということで本日はこちらワードウルフという新しいゲームやってきたわけなんですが、今日コラボしていただいたハルポポさん、そしてキヨキヨさんのチャンネル、下の説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひともそちらもチェックよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。